それでは軽自動車が一番売れている、ね、バブルの頃なんて一番売れていたのがシーマだったりクラウンだったりしてカローラとかグルーバーズで売れてるぐらいこの国の経済は良かったわけ。それが今一番いいのが軽自動車なんだから、もうすぐから360ぐらいの時代に逆戻りしてるわけですよ。50年ぐらい日本の経済力が落ちてしまう。これはいろんな情報が盗まれてるのに他ならないんです。でそれを知らないんです、ただ日本人がね。でこれはもう 100% もう情報戦争なんです。で昔の情報はそれこそスパイが入ってマイクロのカメラで00時にガシャって撮ったりしてたことですけど、今はハッキングしてるわけです。サイバー攻撃されてる。でサイバー攻撃ってどうやって守るんですかって、皆さん守り方分かります？知らないでしょ。皆さんのパソコンとかも攻撃されてる可能性があるところが、我々のパソコンを乗っ取ってそこからどっかを攻撃して知らないうちにですよ、知らないうちにしてある会社のコンピューターを壊すとかっていうのは実際に行われてるんですよ。でこのサイバー攻撃っていうのを取り締まるためにはどうしたらいいかってことを、こっちがサイバー攻撃できる技術を持ってないと止められないんです。でもう要するに無線ですとか電線ですとかそういうね、電波なんかもそうです、光の速度と同じでそんな速いスピードで入っていくときに守ろうとできない。だからサイバー攻撃をさせないためには、サイバー攻撃がこっちがして、そして悪意を持って侵入してくるところを先にこっちが叩くっていうことができないとできないんですよ。でこれは今の日本の憲法の解釈だと専守防衛じゃないって言うんですよ。叩き潰しに来る前に、やられる前に叩くっていうのは攻撃だってみなしてるっていう解釈をするらしいんですよ。で日本にもサイバー攻撃を、まあ、守る部隊というのは自衛隊にもあるんですが、この間もね、党大会の時も言ってましたけども、200人ぐらいしかいないんですよ、たったの。その人たちも自衛隊の、まあ、システムを守るための部隊であって、日本を守るための部隊じゃないんです。なので日本の多くの企業は企業が自分たちで自主防衛してるんです。でこんなのおかしいんです。民間が外国からハッキングされるのをやってるなんておかしいでしょ。でこういう事態っていうのはもう20年とか30年目ぐらいなんですよ。でこれなんとかしないといけないのに、もうすぐじゃあ9条だとか核武装だとかっていう話になっちゃうんです。今毎日起こってる戦争っていうのは情報戦争と、その情報を取られたことによる経済戦争なんです。これは今この瞬間も行われてるわけですよ。人が言ってるなんて、そんなバカな話ありますか。私いつも言ってますけど、そうです、ありがとうございます。で本当はいつも言ってますけど、その自民党っていうのがね、決闘した精神っていうのは素晴らしかったし、それがなしに遂げた多くの業績があって、そもそもまず戦後復興できた、ね、景気の拡大があったと、バブルの経済の時ぐらいまでは本当に良かったと思うんだけども、今やってるのはもう自民党時代が売国奴じゃないですか。中国系企業がありがとうございますたくさん入ってきて、ね、でそこのあるね、まあ、なんていうんですか、1階と3階の間ってありますよね。でその人が親中派なわけでしょ。でその人にお伺い立てないといろんなものが決まらないなんてなってるってことは、まさに売国奴じゃないですか。これね、本当にね、誤解をしてほしくないんですけども、中国とかと、ね、仲悪くなれとか、韓国朝鮮と仲悪くなれってことじゃないんです。これ家と同じでご近所なんだから、うまくやらなきゃいけないの。悪口言ったりとか批判したりとか、しっぺり聞こえて出てけとかって言ったって出てかないんですよ。大陸動かないんだから、日本列島も動かないんだから、だからどうやって折り合いをつけるかなんですよ。隣にわがままな人が来たりとかね、隣の人が時々冷蔵庫に盗んでるような人たちが住んでると思ってください、ね、その人たちとでは喧嘩したって出てくれないんだから、どうなるかって言ったらこっちが賢くなるしか方法がないわけですよ。それと日本人のイデオロギーを彼らに押し付けたって無理なんです。もともとね、中国っていうのはそれこそ騎馬民族も入ってるわけですよ、ね、三国志見ればわかるでしょ。日本の国の中で何十年とか何百年も殺し合いをして、で結局誰がリーダーだかわからないっていう国ないでしょ。そうですよね。日本はずっと、もちろん源平の合戦があったり、ね、関ヶ原の合戦があったり、川中島の合戦があったりしてるんだけど、天皇陛下っていうのがいるから、最終的には折り合いをつけて、で その人から征夷大将軍をもらって国を治めるっていうやり方をしてるから、民族同士で大
ペガサスして王朝が変わってるっていうことは一回もないわけですよ。日本のだから天皇家っていうのは世界で一番古くて長いですよね。2600年以上続いているそんな王朝なんてないわけです。日本の次に長いイギリスだってウィンザー朝だって、まあ、200何十年ですよ。もう全然レベルが違いますよ。そういう我々は平和な民族なので、今回やっぱりこういうね SNS が発達したりとかインターネットが発達して、そのいわゆるネット経由で攻撃されたりとか情報操作されるっていう経験がないんですよ。全くないわけです。だからそこは皆さんやっぱりこれから賢くなっていかないと。ほとんどの人が未だにですよ、新聞とテレビの情報でものを見てるわけです。その新聞とテレビの情報が正しいって言ってる人たちに、インターネットではこういうことがされてるのか、ハッピングされてるんだっていうのを知らない人は知らないわけですよ。でね、人間ってね、もし知らないことを聞いたときにどういう反応を取るか皆さん知ってます？ちょっとここから今日はあのセミナーみたいになっちゃうんですけど、どうでしょうかね。全く知らないことを聞いたときに人間ってどういう態度を取ると思います？最初は違和感を覚える。でそれでもこうこうなんですよっていうと、次は怒るんです。でそれでもそれ以上やるとどうなるかっていうと喧嘩になるんです。で喧嘩になった時点でも意見変えないんです。でそこから先2通りあって、1つは絶縁するです。人間関係が崩壊するか、もう1つは相手が無視をするかです。なので目覚めてる人たちほど友達がいなくなる。みんな友達いないんですよね。でそれでじゃあどうするかなんです。でこの大事な、これ本当にね人間関係を作るために大事な話なんでね、ぜひ覚えていただきたいんですけども、知らないことをその人に教えるときは当たり前です、その人にとって有益なことじゃないと聞きません。だから有益なものの例え方にしてあげるわけですよ。例えばね、マスクをこれあの名前は言いませんけどね、あの見てる人がいるから、あの令和新選組っていうところですね、あの大石あきこさんという議員先生、その人がこう街頭演説してるときに、最近参政党が伸びてきてる、どう思いますかって言ったときに、その大和魂とか言ってね、こうなんていうの、内容がないことを言って大きな話を言って煽ってるだけだって言ったんですよ。さあ皆さんどうでしょうか。私が内容のない話を言ってますか。どうですか。言ってないと思う人。そうですよね。今言ったこの話だって内容のある話です。本当に一回ちゃんと5000円とか1万円ぐらい次の日払ってもいい話を毎回させていただいてるし、それから椅子の誰かと同じ話してないでしょ。今日もそうです。皆さんのお顔を見てどんな話をしたら一番いいかなと思ってアドリブでいつもやってるわけです。でそのための勉強をしてます。佐藤の街頭演説も忙しいけども見てますし、そこも車で待ってる間もほんの3分とか4分でもニュースを見たりとか情報を集めたりとか自分で勉強したりしてやってるわけですね。でその政党同士がですね、よく罵り合うっていうのはこういうことなんですね。ある特定のグループの票が欲しいんです。そうするとそこを例えば A という政党と B という政党が取りに行くとすると、A という政党は B という政党の悪口を言えばこれがもらえると思うんです。なのでいわゆる経済的に弱者の方たちっていうのは共産党と公明党が実は借り取り合いをしているところがあるんです。生活保護世帯の人ですとか一人親ですとかね、母子家庭だとか、そういうのあるんです。そうするとそこでお互いに悪口を言ったりとかするっていうのがあるんですけども、それってどうですか。結局いつも私が言ってる自分だけ今だけお金だけの話ですよ。このお金を票だけに取り替えてる。で彼女が我々のことを勉強もしないで大和魂言ってるのがなんか元気で勇ましくって掛け声だけで中身がないというのは、もうそれ聞いた瞬間に我々の街頭演説を全く見たことがないんだなって分かるわけです。私も批判するときはこうやって彼女たちのを見てるから批判ができるわけです。でも批判をして批評はするけども悪口は言いません。例えばあの人は頭がおかしいとかバカだとか勉強してないんだとか死ねとかそういうことは絶対言わないです。いうのは間違えたことを言ってるときはこうやって言います。中身がないことなんかないです。例えば松田学先生の話もそうですよ。松田学先生のね、松田学プランの話です。皆さんよくこう質問くださるじゃないですか。でそれで質問ってこういうね、本当に経済的にちゃんと旧大蔵省財務省の出身で一回国会議員もやって予算を作った人ですよ。そんな人がねレベルの高いねおたけびみたいな話をしてるわけじゃないわけですよ。
参政党のすごく強いところはここなんですよ。例えば武田邦子先生、武田邦子先生はまず物理学者です。東大と名古屋大学の教授だったわけです。そして原子力委員会のトップを務めて政府の中で仕事をしていて、それで原子力を推進するっていうのを立場を取っていたのに、これはどうもおかしいということになって、これは間違ってることをやって、エネルギーの当然専門家である、資源の専門家でもあります。時にだって政府の中にいた人なんだから、一番責任が重い立場にやっていた人なんですよ。誰よりも何もかもが分かっている方です、ね、だから資源の話、エネルギーの話、発電の話、原子力の話、これに基づいていろんな、例えば護岸をするとかダムを作るとかっていうことだってすごく詳しいわけです。でこういうのも本当のプロ、プロ中のプロですよ。日本でトップの人です。だから松田先生は今言った通りですよ。東大を出て財務省に入って、そこで予算を作っていて、実際にやっていて、いろんな法案も作って、でそれを国会議員に対してレクチャーをしていて、で自分も国会議員やった人ですよ、ね、私もそうです。偉そうに言ってますけど私もそうです。ちゃんと博士号も取ってるし、最年少最速最短というので認定医を取ったり専門医を取ったり、いろんな学会の理事をやったりとか、そのまた理事を育てるための指導医をやって、日本でもたくさん賞を受賞してるし、論文も何十何百か書いてます。英語にもたくさん書いてます。海外でも発表して、ハーバード大学とかボストン大学とか、そういうところでも発表してきてるわけ。ヨーロッパだったら南大学とかね、アジアもそうです。もう中国はもう6回か7回ぐらい、大連というところで言われた時も、中山病院、中山病院というところの一番大きい病院、2700床ぐらいある。そのそこの大連市から呼ばれたりとか、中国政府から呼ばれて講演をしてたレベルです。PCR に関して言うと、日本で一番最初にリアルタイム PCR、皆さんが今 PCR、PCR って言ってるやつですよ。それを臨床応用したのは私が最初です。まだその時はリアルタイム PCR 方法っていうのができたばっかりで、何に使っていいのかよくわからないという、そういう段階でした。DNA を増幅するっていうことはできるっていうのが分かってます。で、私が最初にやったのは、私もともと歯科医師ですから、歯周病の専門です。歯周病の専門医です。それで、歯周病がどうもおかしいと、歯磨き指導と指摘取ったら治るみたいに言ってる。そんなんで全然治らない。で、歯周病はっていうと、国家試験では感染症って書くのに、何の菌に感染してるのかわからないまま治療やってると。で、歯医者さん行ったら、とにかく歯磨き、歯磨き、歯磨きって言うわけですよ。でも歯を一生懸命磨いても治らない歯周病なんて山ほどあるわけ。それは何なのか。したら、ある歯周病のばい菌がいるわけですよ。まあもう今日セミナーになっちゃうから全部ちょっと言っちゃうんですよ。プロフィルモーダス、ジンジワリスとアクシロバシラス、アクシロマイセンのコインだとか、トリコネーム、デムテコーラとか、そういうね、学名がついてるのがあって、でそれぞれがどういうふうにしたら培養したらいいのかっていうのは複雑だったわけです。それである変性嫌気性菌といって空気が全くないところで増殖するっていうのが歯周病の悪玉菌ということが分かってきた。なので歯周病のポケットの深いところは空気がないと、そこからばい菌取ってきて培養すればいいんでしょうって、口の中にペーパーポイントって言って、まあ紙の爪楊枝みたいに入れて、そこから細菌取って空中に出した瞬間にもう死んじゃうんですよ、酸素で。でどうしてもうまくいかない。で二酸化炭素が入ってるビニール袋みたいにパッて入れてパッてやったりとかするんですよ。物が落っこってる時3秒ルールだったら食べてみてありますよ。あれと同じ3秒以内に入れないと間に合わない。なのでものすごいプロフェッショナルじゃないと培養できないです。でそれを研究チャンバーって二酸化炭素とか窒素しか入ってないところに持ってって、そこから寒天培地っていうのを塗布して培養して培養していってやって、それでその寒天の中にいろんなものを入れておくわけですね。抗生物質入れてて、これは菌を育つ、これが菌を育つ、これが菌を育つ、1ヶ月ぐらいかかってやっとこそやると。もうそれも上手な人がやると培養できるけども、下手くそな人やると出てこない。そうするといないからいないんじゃなくて、いるのかいないのかもわからない。でそれを培養のプロの先生がやってるのと同じのを、なんかする方法がないかって言って、その DNA さえ取ってくればいいというので、これが使えるんじゃないかっていうふうにして私がやり始めたんです。それで CT 値って散々言ってましたよね。エラーがたくさん出てきちゃう。でそれで何回やったら培養したのと同じデータになるかっていうのを研究をずっとやってたんです。でそれで大体十数回だったら大丈夫とやって、それでそれを細菌検査をやってる BML っていう会社と一緒に共同研究をして、臨床歯周病学会という学会で患者さんのデータやって1年半ぐらいやって、合計6億円ぐらいの研究費を使って、それで標準化したというのを最初にやったのが私なんです。はい、拍手してください。こういう専門家なんです。でこれを商業ベースでちゃんとお金を払って検査ができるっていうふうにしたのは私が日本で最初なんですよ。なのでありがとうございます。だからそれ詳しいから、論文も書いてるから、今回のこの騒ぎがおかしいっていうのをすぐ気が付いたわけだから、教科書も出してるんです。それ
そういうのをやってる専門家 で自分が、まあ、その病院の再建事業をやってたから、ね、なんでその病院の再建やってるかっていうのも、我々私のやってる仕事っていうのは何か問題があった、今の検査法みたいな検査方法を開発して原因を除去し、そして生体の免疫を上げて、そして元の形に戻すっていうのが再生医療で、このやり方のスキームっていうのが倒産しそうな会社と同じなの。なんか悪いやつが絶対いるんですよ。お金盗んでるやつだとかね、それから経営をぐちゃぐちゃにしてるやつとか、人事をぐちゃぐちゃにしてるやつとか、人のやる気をなくしてるやつとか、そういう歯周病の悪玉菌みたいな人間がいるんです。でそれをちゃんと調べて、で誰が犯人かってやっぱりクビにするんですよ。でクビにするってやったら、それぞれも生活があるから、やめてくださいってやめてくれなかったら、労働審判とかってそうやって裁判所で戦ったりとかもしてたの。でそれで同じです。それで仕組みを整えて、ちゃんと会社の組織を尽くした免疫力を上がって、その元の再生して直すっていうのは、僕が人間の体の組織の再生医学をやってたのと同じことを組織に当てはめてやってたの。それがただ単にそのウェブで儲けをするとかね、税金安くでするとか、それも全部対症療法なんですよ。でそういうのでやったら、そしたらその病院経営の雑誌も私取材をされて、吉野さんというのは再生医療をやっていたのに、それを医療機関をやるから医療再生をやってるんですねって特集部を配れたぐらい。それが10年ぐらい前、そこからずっとそういう仕事もしていて、今回いよいよだからこの国家の再生をするっていう段に来たんですね。だから医療問題とか、この PCR の問題とか、その、ね、経営的にちゃんと再建するとかっていうのは専門家だから、ね、だからそれやってきたら絶対誰にも負けませんよ。神谷さんだってもともとあの人あれですよ、高校の先生だったんですよ。神谷総平ってなんか神谷総平っていうなんか商売みたいなこと言いますけど、そうじゃない、兄貴の仕事がもともと教師なの。でそれでおかしいと思ってるからこうやってやってるわけ。教育の専門だけじゃなくて歴史もすごいですよ。あのね CGS という番組でもう何数百名以上そういう先生たちがあって十数年やってるわけです。で私と、ね、その神谷さんと武田先生と、ね、松田学先生、赤尾さんもそうです。赤尾さんのお父様が作った病院、あ失礼、会社があって、それが百数十億円だったかな、負債を残して、それで急になくなっちゃって、でそこから再建するとこからやっぱり始めてやってきたわけです。皆さんが使ってる一円玉を作ってる会社の経営者ですよ。で おじさんも政治家です。でお父さんもそういう仕事をしていて、でそういう人たちが5人集まったわけですよ。だからポットでの政治家が中身のないことを言ってるなんていうのは、私は心外です。人を攻撃するときはちゃんとその人のキャリアを調べてからやらないと、後で飛びが返ってくるとブーメラン現象になります。今ブーメランしてるところです。だからまずね、私たちのことを批判する人はいいですよ、もちろんですよ。人間主義、主張があるんだから、それはあってもいいです。私もね、公論っていう雑誌があるかな、取材させてくださいっていう依頼があったんですけど、私がね、あるところでこういう発言をしたんです。で私のことを批判するのはいい。そして批評するのもいい。だけども、もし国家があなたのことを弾圧するんだったら、私は考え方は 100% 違うけど、命をかけてもあなたの言論を守るという話をしたんです。だからそうなんです。だから私も主義主張が違ったって人間なんだから考え方が違うんだから、どこのところに問題を置くかによってそれは全然違いますよ。そのさっきの令和さんが言ってるのは、彼らたちっていうのはやっぱり弱い人の味方なんです。どう考えても。だからそういう人たちを国会に入れるっていうためで、重度の身体障害者の方を参議院議員に入れましたよね。そういうふうにすると、その人たちっていう存在が分かれば世の中が良くなるわけです。これは僕大変素晴らしいことだと思います。それはもう本当に敬意を表します。だから彼らはその弱い人たちを助けてあげたいっていう思いがあるんです。まあ、例えば公明党だったら創価学会っていう人たちを、まあ、第一に優先してあげたい、ね、共産党だったら共産主義の人たちを第一にしてあげたい、自民党は大企業の人たちを優先したい、立憲民主党だったら労働組合関係の人たち、まあ、これは何とかしたい。じゃあ参政党はどうなんだと言ったら、ズバリですよ、大和魂を持ってる人たちに光を当てたいと思ってるわけです。